をご紹介をいたします。ジャケットを作ってみました。こちらとても素敵に仕上がっております。まずですね、デザインがこう首元がねちょっと立ち上がって浮いている感じのねシルエットになっているのがとてもおしゃれな襟元になっております。でそして、ノーカラーでつながっていて、裾の方もね丸いカーブのシルエットになっているので軽い印象で、ね、着ることができます。でね、ワンボタンというのもアクセントになっております。でそしてこちらドルマンスリーブなんです。このように身ごろとお袖がつながって一体型になっているので難しい袖付けがなくて、ここに脇をぐるって縫ったらもうお袖もねできちゃっている気軽に作れるデザインになっております。嬉しいですよね。でそして後ろ姿もアクセントがありまして、裾のところ可愛らしいスリットが入っております。で後ろ姿もアクセントになっております。でこちら素材がストレッチということで少しね伸縮があるんですね。なのでこうしたドルマンスリーブとかのジャケットとかも本当に着やすいですし、パンツなんかもとても履きやすく作れるんじゃないかなと思います。で今回のこの生地、素材が表面がちょっとマットな雰囲気なんですよね。とても上品な秋冬物にね仕上がるんじゃないかなと思います。でも大人の雰囲気のあって素敵な生地になっております。ぜひねこれからの季節に合わせていろいろなアイテムを作っていただけたらと思います。